初めて皆さんにお見せする新製品になります。こちらもバッテリーが積まれてるんですか？はい、こちらはですね、方法を開けていただきますと、はい、こちらに今2つ入っていますが、はい、合計4つ入ります。2つずつ使いまして、合計でですね、総走行距離が、7.2km、非常に、長い距離ですね、走ることができます。実際に動かしていただいてもよろしいですか？はい、はい、お願いします。スイッチを入れまして、運搬車って結構ね、すごい力がいるようなイメージが、おお、あ、止まった。ありがとうございます。すごい安全ですね。今ですね、全身時速5キロで行っちゃって、ちょっと速いんですね。空っぽの状態ですと早く移動したいっていうニーズもあるので、早くもうできるようになってるんですけど、あっていう瞬間でもこのように安全に、手を離してしまったら安全に止まってくれるという機能がついております。安心して作業ができますね。はい、そしてバックもできます。はい、やっていきます。今バックを鳴らしながらバックもするんですけど、片手でね、なんか動かしちゃってるぐらいですよね。はい、はい、全身とバックもご覧いただきましたが、バックはどこかで、作業者の背の高さに合わせてハンドルの高さが変えられます。はい、こちらですね、モブを緩めてもらって上げてもらうと、まあ、チームの選手はこのぐらいの高さかな。ね、はい、今までのタイプとは少し違うんですか？そうですね、今までのタイプは工具が必要でしたので、これはノブを回すだけですし、非常に簡単になっております。道具いらずで急に作業者が変わっても大丈夫そうですね。そうですね、はい、で最大積載量は、これも4輪で安定しておりますので、300キロまで乗せることができて、非常に便利になりました。はい、そしてこちら本体運搬車でも大丈夫ということで、はい、条件を満たしているときに、ね、はい、まず全照灯、はい、と、ね、はい、今ライトがついていますので、会場が明るいので分かりにくいんですが、今前方とお手元のところにも赤いランプが今ついている状態です。ライトは非常に便利でして、まあ、早朝の作業とか薄暗い倉庫での作業も、もちろん重宝するんですが、本体運搬車というのは例えば、工場の中の倉庫とかですね、そういったところで運搬する場合は、いくつかの機能をつけておかなきゃいけないですよという規則になりまして、はい、この前照と尾灯も、さることながら、あとは、警告音、はい、警告音を出さなきゃいけないので、はい、これ注意喚起ができるようになっております。お願いします。はい、今警告音を鳴らしています。警告音も鳴らして、今ライトもつく。そうですね、はい、作業者にですね、例えばフォークリフト乗ってて後ろが見えない方も一緒に作業されてたりしますので、そんな時にもですね、存在を知らせて注意を促すこと、注意喚起することができるようになります。はい、横内でもしっかりと条件を満たしているということでご覧いただきました。はい、こちらがパイプフレームのタイプですね。このように丸太を積んで縛ったり、写真のようにコンテナを乗せたりですね、あとは一番向こうに、はい、まあ、私の目の前にこちらがバケットタイプですね。そうですね、はい、はい、バケットタイプは、この写真のようにですね、瓦礫を乗せたり、このように設置地を乗せたりするタイプですね。基本的な車の部分は同じですが、こちらも、まあ、動かしていただいて、はい、はい、バケットですので、中身を全部開けてしまうことができます。はい、バケットのタイプところをビューッと押し出して、かなり角度がつけられるんですね。はい、そうですね、110度まで出せますので、中身を全部ガサガサガサッと出してしまうことができます。あ、これなら作業もしやすくていいですよね。はい、はい、本日の発音記録の充電式運搬車をご紹介させていただきました。こちらぜひですね、今日初めて皆さんにお見せしてますので、ぜひ一度触ってみていただければと思います。はい、皆様も